審な人物を見かけた場合、お近くの隊員までお知らせください。死にゆく世界に命の芽吹きを。お帰りなさい、ライトさん。ここには慣れました？
待ちぼうけだよ。彼女がね、聞きたいことがあるんだって。彼女というと、その影女だったのか。しかも知らない相手じゃないよ。ほーら、見せてあげて。ユール、ここにはあなたが会いたい人がいる。あなたの仲間たち。あれれ、あれあれ、見た？誰もあなたに手を差し伸べることができない。あなたの本当の思いに気づいていても、助けたくても助けられない。誰にも助けを求める気はない。そう、解放者さんは一人で世界を救うつもりね。仲間はいらない、家族もいらない。だからセラもいなくなったのよ。たわごとか。あなたは魂の解放者。終わりゆく世界をさまよう魂を導いて、新しい世界に導く人。けれども、セラは救えない。あなたには彼女の魂が見えていないから。あなたに聞きたい。セラを助けるために神と戦える。人の力では決して倒せない神、ブーニベルゼト。人の力が通じなければ別の力にかけるさ。最悪差し違えて倒す。あなたでは救えないよ。セラだけじゃない、誰も救えない。あなた自身が救われていないから。あの子はね、本当のことしか言わないよ。そうだろうな、お前と違って。どうやら私に何か足りないらしい。それが何か本当にわからないの？絶望的だね。自分のことさえ見えてない。この世を滑る全能の神様と賭けをしてるのに、よくもまあそこまで鈍感ですこと。じゃあ何が足りないと言うんだ。さっさと教えてくれ。自分で気づいて認めなければ意味がないのよ、こういうことは。私が自分さえ救えないだと。何でもない、大丈夫だ。でも気にするなと言っている。心配させたなら謝る。いいですよ、謝罪なんて。ライトさんに異常がなければそれでいいんです。十分です。次は上演中の舞台へ上がる準備ですね。爆破の瞬間舞台に乗り込む、それだけだろ。爆破してからじゃ遅いんです。あらかじめ舞台の上にいてもらわないと。舞台に色だと？役者でもあるまいし。ですからライトさんには役者になってもらいます。できるかそんなこと。できるできないの問題じゃないですよ。
やるしかなければやるだけか。まずは花火を親方に届けましょう。舞台に上がる交渉はその後です。全力で解放者を捜索しています。解放者はバラ色の髪の女性です。万一不審な人物を見かけた場合、お近くの隊員までお知らせください。いらっしゃいませ。ご宿泊でしょうか。これで足りるか。おう、ご苦労。って、おお、これは多すぎるな。舞台が吹き飛ぶぐらい派手にやってくれ。面白い。それも先生の指示か。本当にいいんだな。よっしゃ、引き受けた。ただしこんだけ花火を使えば当然危険が伴う。万一に備えての打ち合わせは念入りにやっとけよ。死人が出ちゃかなうんからな。演出先生ときっちり相談しとけ。火薬の量が多すぎること、親方に見抜かれてしまったでしょうか。見抜いていれば止めたはずだ。信頼する演出家の指示と信じて疑わなかったのだろう。ライトさんの正体を疑ってなかったですね。これなら役者も務まりますよ。私は素人だぞ。しかもぶっつけ本番だ。バックアップは任せてください。セリフや演技の段取りは通信で合図します。まったく頼れるナビゲーターだよ。ではセリフを練習しましょうか。人々を救えるなら命など惜しくはありません。人々を救えるなら命など惜しくはありません。本番を期待してます。ライトさんならアドリブで対応できますが。では演出家のサザックさんに交渉して出演の了承を取り付けましょう。待たせたな。花火の準備は終わったぞ。よし、舞台の特殊効果は万全だな。あんたの希望通りド派手な舞台になるぜ。神様の像がぶっ壊れてもおかしくないくらいのな。そんな危なっかしい舞台に上がるのはおめでたい役者だけだな。あんた何が言いたいんだ。俺の役者たちに文句でもあるのか。心配してやっているんだ。ご自慢の役者が花火で吹っ飛んだらどうする。危険な演出をこなせる代役が必要だ。そりゃそうだが、急に代わりの俳優なんて。代役はここにいる。そうか、最初からそのつもりか。派手な舞台を用意したのは自分が出演するためか。すがすがしいほどずうずうしいな。実に傑作、まさにクソ度胸。あんたなら解放者の役を任せてもいい。出演交渉は成立だな。おっと待った、一つ条件がある。本気で舞台に上がる気なら主演女優として恥ずかしくない衣装を持ってこい。普段使っている衣装でいいだろう。ダメだな。いつもの女優が着る衣装はあんたのイメージには合わない。衣装が似合わん役者など俺の舞台にはあげられない。
自分にふさわしい衣装ぐらい自分で選んで持ってこい。いや、勝ち取ってきてもらおうか。衣装を勝ち取るだと？闘技大会だ。あんたに似合いそうな衣装が大会の賞品になっている。大会を勝ち抜いて獲得してこい。これはオーディションでもある。危険な舞台で演技をこなす実力があるなら大会なんて楽勝だろ。さあ、闘技大会で勝利して解放者役の衣装を手に入れろ。この条件がクリアできたなら今夜の舞台はあんたが主役だ。大会に出場したい。商品の衣装を勝ち取ってこいと言われてな。事情はサザックから聞いてるよ。さて、あんたに解放者の役を演じられるかね。解放者ってのはね、覚悟がないと務まらないんだ。ああ、それは知っている。解放者としてこの世界を救いたい。人々を守るためならばどんな敵をも恐れない。本気でそういう覚悟があるか戦う姿で示してもらうよ。いいだろう。戦う覚悟は慣れている。腕に自信があるようだけど泥臭い戦い方は認めないからね。解放者を演じるにふさわしい華麗な勝ちを披露してもらう。なんといってもあの衣装は私のお手製だからね。簡単には渡せないんだ。勝ち取るのが楽しみだな。条件は聞こう。今夜のスペシャルマッチに勝利してもらおうか。主演女優らしい美しい勝利で観客を熱狂させてみな。よし、行ってきな。骨は拾ってやるよ。ライトニングの勝利だ。地に植えたみんなもよく盛り上がった。
ファーストラウンドは突破だね。まあ駆け出し女優ってところかな。解放者はバラ色の髪の女性です。万一不審な人物を見かけた場合、あと2勝ですね。近くの単位までしっかり準備しましょう。さあセカンドラウンドだ。お客よし行ってきな。骨は拾ってやるよ。新人賞ってとこだ。ライトさん、残るは最終戦です。回復アイテムの補給は大丈夫ですか？いよいよ。よし、行ってきな。骨は拾ってやるよ。
やるじゃないか。大勢の客の前で見事に決めたもんだ。それだけステージ度胸があれば、あんた女優に向いてるかもね。じゃあ解放者になりきって何かセリフを言ってごらん。演技はどうもな。人々を救えるなら命など惜しくはありません。懐かしいね、そのセリフ。声にいくらか迷いがあるのが人間らしくていい演技だ。あんたにだったら解放者の役と衣装を譲れるよ。そうか、あんたも昔解放者を演じたのか。演劇はこの町の人々の夢なんだ。夢の中でしか会えないのが本物の女優。ステージは一晩限りだけど、その夜が素敵な思い出になればたくさんの人に大きな希望を見せることができるんだ。さあ、お客が待ちかねてるよ。フィナーレをしっかり演じてきな。舞台に映える見事なドレスですね。早速試着してみますか。一応オーディションなので、ドレスが気に入らなくてもサダックさんのところには着ていってくださいね。
近くの隊員までお知らせください。逃げると逆に包囲されます。ひるまず攻撃を。現在最終親衛隊が全力で解放者を捜索しています。解放者はバラ色の髪の女性です。万一不審な人物を見かけた場合、お近くの隊員までお知らせください。ヒールが足りなかったら。お嬢さん、新宅のエリアに潜り込めたようですね。事情は分かりませんが、影の…フィナーレの時間はすぐそこです。最終親衛隊解放者役の衣装に着替えて、しっかりと準備しましょう。現在閲覧のエリアでは、美しいピアノ伴奏に合わせた分身衣装がご覧になれます。こんな状況でなければ、ゆっくり宴を見て回りたかったですね。ああ、だが先に大使の問題を片付ける。人々はスノーのことをどう思っているんでしょう。以前は良き大使であったようですが、人は変わっていくものだ。何百年も生きて変わらない方がおかしい。けれどスノー、私はまだ信じられずにいる。バカがつくほど前向きに未来を信じて、大切なものを守るために傷つくことを恐れなかった。そんなお前が絶望に取りつかれてしまったというのか。私のいない数百年でお前がどんな思いを背負ってきたのか確かめに行くぞ。準備できたようだな。フィナーレまではまだ時間に余裕がある。ここで待つか。